キララシティ、ヤオアケボの川南ワミナミガキララシティ、ヤオアケボの川南は、大阪府ヤオ市で行われているアケボの川南土地、区画整理事業によって誕生した、ニュータウンである。事業主は、大林新生は不動産、関連不動産開発、近鉄不動産、住友林業、阪急阪神不動産の5社、販売代理は株式会社オックス。なお、 土地区画整理事業の正式名称は、東部大阪都市計画事業明けぼの川南土地区画整理事業である。明けぼの川南土地区画整理事業は2015年7月10日の設立認可広告より開始された。約20.5ヘクタールの面積を有し、総事業費は約53億円である。笑顔つながる夢広がる街づくりをコンセプトに、10、小一体開発を進め、 地区内を、住環境保全地区、商業業務地区、幹線道路沿道地区に分ける、地区計画を定められている。本外区は、事業地内の最北端に位置し、宅地造成が行われる前は農地であった。大林新生は不動産、関電不動産開発、近鉄不動産、住友林業、阪急阪神不動産の5社によって、宅地造成が行われた。本外区は、 明保の川南土地区画整理事業の一部として開発され、大和山業部、柏村町三丁目付近、土地区画整理事業地内の最北端、柏村交差点の西に位置する。なお、2018年に行われた八尾市町名、地盤改正審議会により、本外区は、戸塚北一丁目から二丁目に決定した。2019年12月19日の勘置処分の広告日より、 新住所が使用される。都市計画法に基づく、用途地域第一種住居地域に指定にされ、外区内の道路付近はすべて6メートルを確保するよう計画されている。明けぼの川南土地区画整理事業全体の計画人口は1050人。本外区では178区画の宅地分譲を実施している。駅からの徒歩圏である立地を活かし、 開放的な街並みと良質な居住環境を備えた緑豊かな低層住宅を主体に周辺のうちとも強調した良好な市街地の形成を図ることを目的に地区計画が定められている。建築物の高さの最高限度10メートル、建築物の敷地面積の最低限度100、平方メートル、建築物の緑化率の最低限度が 敷地面積の20%などの制限があるほか、建築物の用途の制限もあり、低層住居系の建築物のみ存在する住環境保全地区として計画されている。各住戸にホームセキュリティシステムが標準装備で導入されている。関西電力グループの関電 SOS が運営し、外区内は365日巡回が行われている。ありがとうございます。